どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもこのちっちゃいウクレレでどんどん音楽できますよということで、日々簡単レッスン動画公開しております。今日も始めていきますよレッスン。はい、本日のテーマソングはですね、今激アツアニメソングでございます。こちらの曲です。ドーン、あかりと読みます。あかり、崎山壮志さん、シンガーソングライター、崎山壮志さんの曲で、この曲は、呪術廻戦というアニメのエンディングテーマになってて、今ね、かなり話題になっております。はい、ぜひこの曲ですね。ものすごいですね、なんと次世代を感じるんですよ。いろんな歌のですね、この、すごいですよ。まあ、ちょっと僕も慌てちゃってるんですけど、いろんな要素がもうめちゃめちゃギュッと詰まってる。なんかこう、プログレッシブっぽい要素がすごく多いんで、曲なんですけど、今回のアレンジは、そのアニメの本当のエンディングの尺、1分30秒ぐらい、なんですけど、ここにですね、ものすごい要素がギュギュッと詰まってるんですよ。この1分半にね、すべてをかけるみたいな、そんな感じでやっていこうと思います。はい、本日は、この G ラボのガズモデルウクレレと、シンプル簡単バージョンでこちら初めてウクレレ使ってやっていきます。ただいま、G ラボウクレレたち大好意を販売予約受付期間真っ最中でございます。2023年も最後の受付期間ということで、今年1年ありがとうとクリスマスプレゼントを兼ねてですね、はい、こちらのですね、ウクレレをフキフキする布クロスをですね、今回の、ご販売と予約の期間ご購入の方にはプレゼントしますんで、ぜひ皆さんよろしくお願いします。概要欄に全てのラインナップのチェックできるようになってますんで、ちょっと覗いてみてください。よろしくお願いします。さあレッスン入っていきましょう。いつものように2バージョンでいきます。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンをやるんですけど、今日のこの曲の場合は歌が悶絶なんですよ。もう最後の方のですね、ラップのパートといいますかね、すごい何とも言えないね、味のあるフレーズ、もう息する暇もないぐらい言葉が畳みかけてきます。これをねリズム通り気持ちよく歌うのはかなり聞き込みと練習が必要だと思うんですけど、演奏は簡単にしてますから安心してください。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはそこに来ていろんなリズムがですね、もう恐ろしいぐらいにこう波状攻撃でやってきますからね。ゆったりした曲なんだけど、いろんな要素がギュッと詰まってる。1分半。ぜひお楽しみください。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん、まずは音楽を始めましょう。今のところでちょっとお勉強するだけで、これからの人生自分でどんどん音楽を生み出せるようになります。楽しいですよ。ぜひ始めてください。さあ、レッスンの方入っていきましょう。崎山壮志さんの明かり、呪術廻戦エンディングテーマ、まず初心者さん向けシンプル簡単バージョンゆっくりとやってみる。ワン、ツー、ワン、ツー。僕の背が壊れて、崎山壮志さんの明かり、ガズレレシンプル簡単バージョンやってみましたけれども、聞き
きました。最後のこの最後の故に月は暗い頭不安今日は開放を持って探す、ここのなんかもうすごいですよ。これ呪文みたいなラップみたいなお経みたいななんかすごいこのねこの感じこれ言葉のねもうグルーブが結構必要なんですよね。なんでこれ演奏は簡単ですけれどもこれをやりながらコード弾いてこうリズムキープなかなか奥が深いと思いますんで、ぜひじっくり取り組んでください。短い時間なんですけどほんとすごいいろんな要素がねこうグッとなってるんでね。で今のバージョンの長さはですね本当はねこの曲ね本来は4分以上ある曲なんですけどこの今の長さはこの呪術廻戦の本当のアニメのエンディングの長さということで、やっております。まずこれだけでも十分ですからねやってみてください。ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますからそれを見ながらね一緒にこう演奏してもらって、1個目のゴール設定としてはまずはガズさんが今やったシンプル簡単バージョンのガズさんの演奏と合わせてできたらこれ素晴らしいと思います。今日はこれやるだけでもかなりね大変だ、聞き込みが必要だと思いますけどね、ぜひトライしてみてください。でもね練習してるうちにできるようになると思います。できるようになったよという方はおめでとうございます。そしたら次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと今度はガズレレ YouTube 動画を一切見ずに皆さん一人だけでウクレレで音楽を生み出すね、これをやってもらいたいと思うんですけど、最初から歌詞とコードを全部丸暗記するのって今日の曲なんか特に難しいと思うんですよね。でやっぱり楽譜がいいと思います。楽譜を見ながら何回も何回も何回も練習していずれは覚えちゃって大空に向かって夜空に向かってこの曲を歌う、こんなのがいいと思うんですけれども楽譜で練習です。でも楽譜ってどこにあんのということだと思いますけど安心してください。今の演奏ははいこちらのガズさんが書いた手書きノートこれを見て今演奏していったんですけど、もうちょっとしたらこんな風に大きく写してみんなもこんな風に書いてみたらいいよってシェアしようと思いますが、ただいまめちゃくちゃめちゃくちゃいいサービスが始まっているんでシェアさせてください。ガズクラブ、このガズクラブっていうのは一体何かというと毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた明かりを含むガズが今まで手書きで書きまくってきたもう膨大のもう山のような楽譜がありますけどもう1000曲以上ありますの中から毎月5曲皆さんがこの曲やってみたい、これ曲いいな、私チャレンジしてみたいみたいな感じでお選びいただいて、お手元にですねデジタルデータで、すぐにですね、ダウンロードできてご活用いただけるという素晴らしい画期的なサービスがスタートしております。でこのガズクラブなんですけどね楽譜のダウンロード以外にもねいろいろあります。毎月2回ガズクラブメンバーがもう世界中からのね参加があるんでね、大セッション大会、毎月2回やってるガズオン、これめちゃくちゃ楽しいんですよ。ぜひこれもね盛り上がりますからねこれも体験していただきたいのと、メンバーの方だけが参加できる Facebook の非公開グループで皆さんの演奏動画をアップロードして、みんなでワイワイ楽しくやってるようなところがあったりと、なかなか楽しいクラブ活動になっております。ガズクラブぜひチェックよろしくお願いします。そしてこれとはちょっと違うんですけどガズレレ大学というのもやってます。こちら大学ですからちょっとハイレベルですよ。こちら YouTube メンバーシッププログラムというやつを使っていまして、毎月590円の学校代をいただいてですね、毎週2回ライブ配信による濃厚講義でございます。こっちはですね大学ですから皆さんちょっとねレベル高いですよ。入ってくださる方きっと16ビートとかカッティングの練習とかしてそれができそうでできないかみたいなぐらいを練習してくださる方々とすごくいい感じになるんじゃないかなというふうに思います。課題曲設定して深掘りチャットでもその場でいろいろやり取りしながら進めていっております。であとね、毎朝7時半からラジオ配信してます。ガズラジといってスタンド FM という無料アプリラジオアプリと、あとガズラジという別の YouTube チャンネルがあります。毎朝7時半から365日ガズの面白いラジオ配信、ウクレレのこととかいろんなことぜひチェックしてみてください。今言ったこの3つのことは概要欄に貼ってあるんでチェックしてみてくださいね。それでは、楽譜を見ていきましょう。あかり、崎山壮志さん、はい、呪術廻戦のエンディングテーマということでアニソンです。今もう激烈話題になってるこのすげえ曲やっていきましょう。はい、見てもらうとこの辺はすごいシンプルで、前半はねこのね A メロって書いてあるここはね結構いい感じでプレイできると思います。はい。変な話ですけど、ここはね、すごいいいフレーズというか、ゆったりしてるんですよ。で、この辺からいきなりもうバッチバチのね、リズムセクションで言葉もどんどん詰まってきて、最後のここのラップのところですよ、この、ここのところでも畳みかけて、今日はなかなかなもんですよ、これ、ボリュームが。はい。たった1分半とか2分ぐらいなのに、これだけボリュームあります。はい、こうやって写しておくので、お時間ある方は、まず A メロから書いていってください。そして今紹介させてもらったように、ガズクラブで、このね、デジタルデータで、この楽譜のデジタルデータを、お手元にダウンロードしてもらうのもめちゃくちゃ有効です。ガズのノートの特徴は、この歌詞の上にこの、ここの点がついていたりね、するじゃないですか。これがね、めちゃくちゃリズムのね、わかりやすくなってるんですよ。ちょっとここら辺がやっぱりいいんじゃないの？ほら、この最後のこのラップのところ見ると、ほら、これ点が書いてあるじゃないですか。ここちょっとやってみると、故に月は暗い、頭フライ、今日は貝を持って、探し物がないみたいな、この点でリズムがわかります。
この点点点点を追っていくとリズムとコーナーが変わるタイミングが分かるというね、すごいいいシステムになっているんです。あとは歌詞カードを見ても出てこない、これね、伸ばすというところがね、この言葉を伸ばすところ、これがですね、かなり参考になります。はい、こんなのがね、もうがっつりね、ヒントが詰まったこのガズの手書きノート楽譜、ぜひガズクラブに入っていただいて、ダウンロードしてもらうのもいいと思いますんで、ご活用いただければと思います。お時間の方は写しとくんで書いてください。この辺はさっと写していただけるというふうに思います。はい。で、ここなんですけど、この B メロ、ここなんかいっぱい書いてある。このリズムがね、今日はもうね、脳トレです。かっこいいバージョンでは、ここげんなりするぐらいやってください、皆さん。ものすごい修行が必要ですよ。カッティングフレーズです。はい、ひとまず簡単バージョンはこんな感じですね。はい。やってみました、と。はい、そして、この C メロっつうのも結構なもんでございまして、これも結構リズムとね、音程もすごいんですよ。ここに、くだらない話でもよくてあからめ、この高低差が結構すごいです。はい。こうやって写しておくので、B メロと C メロ一時停止で書いていってください。コードはね、結構シンプルで簡単なんですよね。はい。そして問題のここでございます。一番最後。これがやばい。これがやばい。皆さん、ここはもう呪文のように唱えていきましょう。夢に月は暗い、頭フライ、今日は貝を持って探し物がない、揺れる愛、隠し持ってきる。こんな感じです。グルーブに乗ってください。はい。で、ここ最後。Am なバッとやるか、やるかやらないか、パッと止めて、明日はどこ行こうっていうふうにやって終わったということになっております。なかなかすげえですよ、今日のこの歌詞は。まあ、最後のところだと、この、ね、点がめちゃくちゃ役立つと思う、リズムガイドの。はい、これがガズレレノートでございました。じゃあ出てくるコード。ちょっと今日場所なくなっちゃったんで、名前だけですけど言っていきます。C と Am、F と Dm、D7、G7、E7、Em7。これはですね、いっぱいコード出てくるように思うかもしれないですけど、8個あります。この8個のコードはですね、今映ってるコードは、これ嬉しいやつです。ガズレレでおなじみの入門コードのグループのメンバーなんで安心してください。これです。ガズレレ必須コードのメンバーになっております。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、ウクレレ始めたばっかり初心者の方に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループです。10個もあるのと思うかもしれないけど、1個ずつ見たら超簡単だけど、10個いっぺんにどんと覚えようとすると何がなんだか分かんなくなっちゃうんで、そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、めちゃくちゃいい動画を撮ってます。概要欄に貼っとくんで、10個のガズレレ必須コード覚えちゃってください。さあ、それではかっこいいバージョンに入っていこうと思うんですけど、その前にまずはですね、今のシンプル簡単バージョンを、あ、で歌をですね、リズム通りに歌えるようになっといてくださいよ。そうじゃなかったらもうとてもじゃないけど、かっこいいバージョンは無理です。かっこいいバージョンはね、リズムもね、超やばいんですよ。まず今このシンプル簡単バージョンで、まず歌のレベルがもうマックスレベルですからね。さっきも言ったように、この最後のところでも、遊園に月は暗い、頭プライ、今日は解剖。このリズム感がやっぱ言葉に乗ってる、これラップの要素はやっぱだいぶ入ってると思うんで、ゆったりした感じで、ガチャガチャしない感じのこのグルーブが出せるといいんですけどね、この歌だけでね、リズムを持っていくっていうところもありますからね、ちょっと途中でね、歌い方変わるところがあるんですよ。そういうところのニュアンスをしっかり掴むっていうのがポイントかもしれません。じゃあ、ここからかっこいいバージョン入っていきましょう。かっこいいバージョンも出てくるコードは一緒です。ということはやっぱりリズムでね、かなりね、変化が出てくるんです。今日は山ほど出てきますよ、リズム。はい、今日出てくるリズムはこちら、ドン。アルペジオ、8ビート、8ビートのチャ、カッティング、疾走ビート、6連のビートっていうのが出てきます。6連のビート。この6連のビートっていうのは今日最後のね、さっきのラップのところで出てくるんで、これかなりこれ来てるリズムです。初めて登場するリズムだと思うんで、今日濃厚で解説していくんですけど、それ以外に映ってるやつは概要欄に貼ってあるウクレレできるリズムのいろいろという URL のところにそれぞれの濃厚解説レッスン動画貼ってあるんで、そこでね、動画でちょっとね、確認してみてください。今日はですね、もう盛りだくさんなんで、どんどん順番通り説明していきます。一番最初の僕の全員が壊れて、ここはね、アルペジオでいきましょう。僕の全員が壊れてゆく前に、ちょっとおとなしめです。で、この後の、2番というか夜が降りてのところは8ビートです。これチャが入らないやつ。夜が降りて溶けて、こういう風にしました。一応ね、これ原曲はですね、ちょっとドラムが不思議にドンツッタトントンみたいな感じ、不思議なビートなんですけど、これはあえてですね、ウクレレでちょっと気持ちよくできるように8ビートということで、ちょっと次の段階に行くリズムというふうに、アレンジしてみましたと。で、今日一番やばいのは、また来る今日やばいリズムばっかりなんですけど、この B メロがですね、すごいんですよ。ちょっとガズさんやってみますね。仕方がないと受け入れるのなら、ここやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。仕方がないと受け入れるのなら、今分かった。カッティングと8ビートの茶が混ざってます。ちょっとこれを見てもらった方がいいと思う。バツはカッティング。コードネームは弾くでしょ。で、茶も入ってきますからね。んだだんだ、ちゃだだんだ、ちゃだだ。分かった？うん、F、F なんですよね。ちゃ、F、F、E7、G、
ちょっとこれ、口で追いつかないな。よく見てくださいね。せーの、さん、はい。ダダンと、ダダンと、ダダ。はい。まず、んたたんとっていうのは、たは F、とは E7 ですね。今の言葉で言うと。んたたんと、はい。んたたんと、んとと、ん、だ、Aマイナー。A で E7。これ説明めっちゃ難しいな。ね、こういうテロップ出してでしょ。んたたんと、んたたんと、D7、D7 ですよ。はい。んたたんと、んたたんと、どど。の間にチャも入ります。んたたんど、チャタタんど、チャタタ。こんな感じです。ちょっとゆっくりやってみましょう。まずカッティングですよ。カッティングわかる？最初。はい。こういうの、カチャカチャいうカッティング、左手で弦を触れて、カチャカチャって言うわね。で、バツの時にそれをやります。せーの。あ、最初、一番最初はチャでいいね。チャ、あ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 、はい。チャ、タ、ダ、ツ、チャ、チャ、タ、ダ、ツ、タ、で、で。なんともこれ以上ちょっと説明のしようがないですよ。カッティングフレーズです。んだだ、んど、んだだ、んど、チャ、タ、ダ、最後 D7 2回。で、これ歌いながらやるとまた難しい。せーの。仕方がないと受けてるのなら、こんな感じです。で、次のそれまでだって分かってものところも、ちょっと、それと同じような感じで変則形です。せーの。それまでだって分かっても。最後シンプルですね。Am、Am、Em7、Em7。いちいちカッティング入れて。はい。もう一回。せーの。それまでだって分かっても。んだだんだだだだだだって感じですね。でまた次のなんだか割に合わないの意義がは最初と同じなんだか割に合わないの意義がですね。ここすげえ難しいでしょ。言葉で考えちゃうといいかもしれません。最初の仕方がないでやると仕方がないと受け入れレが Am ですよ。レルのならが D7。こんな感じで言葉とコードを紐付けるとできるかもしれません。はい。ちょっとこれ研究してください。で、最後はないなんては、ない、な、んて、だ。んたたつと、て、だ、だ。で終わります。ない、な、んて、だ。ここ、悶絶。ちょっと超ゆっくりこの B メロやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、仕方がないと受け入れるのなら、それまでだってわかっても、なんだかパリに合わないの意義がないなって。めちゃくちゃ来てますね、これ。これ、ほんと脳トレだと思う。はい。ぜひ楽しくトライしてこれカッティングのめちゃくちゃいい練習になると思いますよ、これは。かなりハイレベルです。で、その後、どこにでもあるようなもの。ここは疾走ビートでいきましょう。ダウンピッキングだけでもいいと思います。どこにでもあるようなものが。これね、疾走ビートってのはね、この、タントン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 みたいな感じで、アクセントをつけるのがポイントです。タントン、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 鳥しか見ることに気づく。くだらない話でもよくて明らめ。これ歌のメロディーが難しいです。くだらない話。ここの歌めっちゃ難しいです。これちょっと歌ってみたらわかる。ね、くだらない話でもよくて明らめた顔、ま、この音程の差。この急降下ですよ。もうジェットコースターみたいになってます。音程が。ここで疾走ビートでやってください。で、その後、ご注目のラップのところ。これが今日激ヤバリズムです。ちょっとね、やってみましょう。ワン、ツー、スリー、夢に月は暗い頭かい今日は顔を持って探し物がない揺れる愛隠し持ってきて夢に月は暗い頭かい今日はどこも行けず眠る眠る新品の朝へ。これやばいくないですか。これがねもう唯一ウクレレでできるあのリズムの再現ですね。どんどんティックッパーンスッとドンラッツッとバーンって、これ、すごい雄大な、スケール感のビートなんですけど、これを再現するでもこれしかない。6連っていう風にガズレレ表現しましたけど、ちょっと最初の、ゆえに月はない頭フライトのところやってみると、の、さん、はい。ゆえに月は暗い、頭パイ、今日は解剖って。だから最初の FG7 は、ダダダダダダ、チャッタタタタタですね。
F だ、じゃあ G7、こんな感じです。ダダダダダダ、チャで切り替わる。で、また Am 行って、今度はチャで Em 7、こんな感じです。そう、ダダダダダダ、だから、ダダダダダダで6でしょ。だから、6連ずつです。ダダ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 、こんな感じで変わっていきます。せーの。ゆえに月はタイ、頭タイ、今日はタイを持って、ダダダダダダ、チャパパパパ、ダダダダ。こういうことです。手首は相当柔らかく使って、こう16ビートの雰囲気の手首、こう肘で弾いていたらもう弾けませんよ。肘で弾いちゃうとこんな風になっちゃいますけどね。では強弱も大事。ダダダダダ、チャカタ、軽やかに。わかる？このダダダダダ、チャカタダダ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 ダ、チャカ、このうねりがね、この6連6連の中で出せるのが一枚です。ちょっとめっちゃゆっくりやってみましょうか。せーの、3、はい。夢に月はかい、頭ファイ、今日はかいを持って探し物がない、揺れる愛隠し持ってきる、夢に月はかい、こんな感じですよ。この言葉のリズムもちょっと違うところで、もう、わわって翻弄されるんで、まずは歌わずにリズム練習がいいと思うわ。せーの。強弱ね。ね、かっこいいでしょ。これでやってください。これはずーっと最後、このビートを繋いだまんま終わるということでございます。そしてまあやっぱ歌がやっぱ難しい。まあリズムも難しいんです。これだから今日はもうね、かなりハイレベルです。もう言っちゃいますけど。でも、これはね、1分半ぐらいなんですよね。このガズレアレンジでっていうか、そのエンディング、呪術廻戦のエンディングの長さだとね、で、1分半ですから。その間にギュッと入ってますから、やっぱ、それはですね、トライする価値がある。これが5分続いたとなると、うわーってなるけれども、ちょっとこれ本当ワンフレーズワンフレーズにもう一級入魂で、本当フレーズを繰り返し練習してやっていったら、これかなりリズム感も伸びるしですね、アニメ見てる方はですね、その世界観高まることでしょう。どっちにしろこれはもうただごとじゃない曲ですから、なかなか来てますよ。そこ面白がって、じっくり時間かけて取り組んでいってみてください。さあ、それではレッスン入っていきましょう。デモ演奏を始めていきましょう。はい。崎山宗志さんの赤いガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、ワン、ツー。僕の線が壊れてゆく前に、君に全部つけるべきだった。夜が降りて溶けて生活に混濁した気持ちが滑る赤い、仕方がないと受け入れるのならそれまでだってわかってる、なんだか割に合わないの意味がないなんて、どこにでもあるようなものがここにしかないことに気づく、くだらない話でもよくてあからめた顔また見せて、夢に月はパイ、頭パイ、今日は愛を持って探し物でない、揺れる愛隠し持ってきて、夢に月はパイ、頭パイ、今日はどこも行けず眠る眠る、新品明日はどこ行こう、イエーイ、せーの。崎山宗志さんの明かりガズレ流かっこいいバージョンやってみました。呪術廻戦エンディングテーマ、やばい曲出てきましたね。これはもうね、かなりのハイレベルです。これガズレレの中でも相当なね、これ高レベルだと思うんですけど、いやー、だからこそこう夢中になって楽しい、こういうのに取り組んでる時の豊かさで、これ皆さんうーってなるけれども、それがですね楽しいってことですからね。はい、じっくり焦らなくて、
焦ってたらこれできませんよ、ね、やってみたい方は時間かけて取り組む、パートごと分けてじっくり深めていく、これがいいと思います。ぜひトライしてみてください。さっきも言いましたけど、 G ラボガズレレのウクレレたち大好評、販売予約受付期間真っ最中でございます。大好評です。皆さん概要欄に、公式のご案内がありますので、いろんなラインナップとかご確認ください。このフキフキクロスもプレゼント中ですよ、お願いします。そしてですね、ガズさん新しい本が出版されます。12月22日にこの本、これすごくないですか、このちっちゃさ。はい、ちなみに今まで出してた本の大きさこれですからね、かなりこれちっちゃいことになってます。こんな感じで、はい、これどういう本かというと、このね、今これ目に見てる孫悟空5って書いてあるんですよ。このシリーズの1と2が青い本に2冊分200曲収納で、3と4がこのピンクの本に200曲収納で、要はちっちゃくなって倍になってですね、でこれ楽譜なんですけど、こう開きやすいんですよ。すごくグッと開きやすいという特殊加工になってて、めちゃくちゃいい本になっております。中身は 1,2,3,4 とそれぞれ一緒ですけれども、これ持ち運び感とか、このね、見やすさとか、はい、なかなか考えられている本です、ございます。でこれ帯をね外すとね、すごいいいですよ。この帯っていうのがあるじゃないですか、この帯、はい、帯外しました。したら後ろにこうガズレレ必須コードがこう書いてあって、初心者としてこれを見ながら楽譜も一緒に見れるというね、そういうアイデアも満載なこの本、ただいまアマゾンとか書店さん、楽器店さんで大好評、予約受付期間中です。よろしくお願いします。でガズレレではね、あと他にもいろいろやってます。ガズレシピというアプリがあってですね、その中でも楽譜が、購入できたり見たりとか、インストールは無料ですんで、まず入れてみて、お試し、楽譜もあるんで見てみてください。そこでもね、たくさん楽譜がゲットできますからね、一曲でもセットでもゲットできるようになっていたり、あとね、この、水引きとか、キャップだとか、T シャツとかね、このウクレレストラップとか、こういうグッズもたくさん取り上がってます。公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとね、ありますね。まずガズレレ公式ホームページに行ってもらって、このバナーをちょっと見つけていただくと、そういうのもあったりとか、あとね、ガズピアノっていうのもやってんですよ、ガズレレでは。はい。本も出てます。これね、ガズさんが考えたね、宇宙一簡単な、弾き語り専用の鍵盤楽器の弾き方です。これをね、世の中ひっくり返るぐらいの大革命なピアノの弾き方なんですよ。ぜひこのガズピアノの YouTube、これ YouTube チャンネルやってるんですよ、ガズピアノ。ぜひ皆さん、本当に簡単ですから。鍵盤楽器は全く弾けないガズさんが、思いついた弾き方ですからね、ぜひチェックしてみてください。まあ何はともあれ、このガズレレ公式ホームページを見てもらうとですね、すごくいいと思いますよ。はい、ぜひ見ていってください。それでは皆さん楽しく音楽していこう。バイバイ。